さて、今日はアーバキンライフという、セカンドライフ版、まあセカンドライフみたいなやつを起動してやっていきたいと思います。はい、今日はですね、セカンドライフ版のアンドロイド版というやつですね。セカンドライフって皆さん知ってありますかね。仮想現実の世界をアバターが動き回るといった、簡単に言うとですね、それのアンドロイド版っていうのを見つけましたんで、実際に、長くなりますけどやっていきたいと思います。もちろん無料ですね。ここまでできるのかなと皆さん思われると思います。では入っていきます。この名前はアーバキンライフですね。セカンドライフじゃなくてアーバキンライフっていうアイコンがあります。これをクリックします。長くなりますけどね、全部ノーカットでやりたいと思います。これが起動したところです。はい、ロードしてサーバーに接続中。アーバキンへようこそ。今ダウンロードしてますね。これはネットの回線速度で呼び込み速度は変わってきます。今もうこれは登録が終わった状態ですね。はい、ログインした制御、まあまあね、チャレンジを制覇しました。一つのいいボタンで最低一つの評価を受けました。みたいで、続ける。で、入るときはですね、2回目から入るときはこのマイシーンというところからまず行きまして、自分のスタジオロフトに入ります。まあ他のところからも行けるんですけどね、まずこれが僕のスタジオロフトということになります。はい、これで回転をしますね。こういう感じで、はい、拡大縮小もこういう感じです。これが実際僕のアバターですね。本人にはちょっと似てないんですけどね、顔が細かい調整ができないというところがありましてね、こう髪と服とサングラスは買ったものです。はい、これにログインするとね、ポイントをいくらかもらえますんで、それで十分買えますので、初心者の方も、まあ、まずはですね、使い倒してやり方を覚えてくださいということですね。今日は僕は入って1日目ですね。午前中に入ったばかりなんで。はい、これが、まあ一つこうやったら動きますね。はい、これ台所みたいですね。はい、冷蔵庫がありまして、こうですね。はい。で、これで縮小拡大ができると。最大ここですね。上下方向にもこういきますね。かなり、セカンドライフっぽいですよね。セカンドライフ知ってある方は、まあいろいろあると思いますけど、まあセカンドライフっぽいというところで、まあ制限はありますよね。セカンドライフみたいにいろんなことができるわけではないんで、機能制限がありますので、はい、まあそういう面では、まあタブレットでできる、まあセカンドライフみたいなもんですよね。はい、簡易型のやつですね。十分これはもうアバターの他のワールドに行けばですね、いろんな方いますし、これで写真撮影もできたり、いろんなことができますんで、はい、では違うところに行ってますね。この飛行機のマークをクリックします。これで飛行機のマークで、これだけ出てきますよね。はい、ちょっとハレーション起こしてますけど、ちょっと暗くしましょうかね。ちょっと暗くしますね。明るすぎて見えにくいと思うんで、はい、これでソーシャルスポット、私のアパート、友達のアパート、アパートショップ、アパートを開く、検索。これによってね、まあ、行くところは決まってるんですけどね、まずソーシャルスポットというところをクリックします。すると左側にこう、北極、ね、スタースタイルバー、クリスタルコーディ、コテージガーデン、パラダイスアイランド、23番カフェ、ユニオンパークとかありますね。もうクリスマスも近いことだし、今日はこの北極というやつを選びたいと思います。北極を選んで入室。はい。今日はですね、
まあ、第一弾として、この北極へ行ってみたいと思います。あ、退出しますかになりましたね、ちょっと今ロードしてます。はいはい、はい、北極に入りました。はい、こうピープルというのはここの中に現在入ってる人ですねの名前がここに出てます。これは会話ですね、英文です。日本語でも打てますけど、ほとんど外人さんが多いんで英語の会話、たまにロシア語とかがありますけど、はい、こういう感じですね。今入ってます、こういう感じです。はい、で、これを押すとどうなんだろう。これは全体が広がりますね。はい、こんな感じで画面自体は大きくならないみたいですね。これでやっていくみたいで、まあ、これが雪だるまで、音楽も流れています。はい、実際この音楽もちょっと大きくしますね。はい、クリスマスで、はい、北極ですね。はい、上下、はい、見えますよね、向こうに。はい、360度動かしてみます。はい、こんな感じです。向こうになんか動物がいますんで行ってみます。このタップしてダブルタップしたらそこに行きますので、はい、なんか冬のなんか動物がいますよね、ここに。ああ、そうですね、なんかいますね、キタキツネみたいなのがいますよね。はい、こんな感じですね。で縮小して、で椅子に座ることもできます。この丸いところをクリックするとどっちかに座ることができます。ちょっと重いね、メモリーが食ってるみたいで、ちょっと、はい、ここに座ります。ちょっとタイムラグがありますね、今回線速度がちょっと遅いみたいで、混んでる時間で、はい、こういう感じになります。向こうにたくさんの人がいます。はい、こういう感じで今ツリーを見てる状態ですね。北極にあるツリーを、ほんと画面を縮めますね。こういう感じで、見ることができます。はい、あ、誰か現れましたね。ちょうどいいところに女性の格好をした方が現れました。この人に友達登録したい場合はこれをですね、体を触れます。するとここに出るんで、フランスの方ですね。はい、これで、フレンド登録で相手が認めてくれればフレンド登録 OK ということになります。フランスの方ですね、この方はフランスの方が現れました。まあこうやってプロフィールはですね、ここを押せばプロフィールが出ます。これが国籍ですね。でここで友達登録ということになります。でここでまあいろいろできて、ここでチャットができると、はい、こういいねとかを送ることができます。はい。で、これで、はい。こういうことですね。まだ僕も始めたばかりでね、今日の朝ね、始めたばかりで、まだ使い方がね、熟知してないんですけど、皆様に、このぜひやってほしくてですね、もう、セカンドライフは敷居が高いなっていう方には、これは手始めとして面白いですね。すぐ起動するし、Nexus 7、Android が入った端末だったらできると思います。まあ、Android の、どれぐらいだろうかね、5.0、どれぐらいの OS から動くかはちょっとわかりませんけど、ぜひやってみてはいかがでしょうか。ちょっといろいろやってみます。はい。早速、雪だるまと、はい、なかなかロマンチックですね、音楽も。で、フランスの女の方も現れて、ラッキーでしたね。撮影してる時にこれが僕になりますね。左が僕のアバターです。向こう側がフランス人の方のアバターになります。はい、お姉さんがクリスマスの格好をして、フランス人のお姉さんがいいアングルですね。あ、アングル、はい、近づきました。いいアングルですね。はい、しばらくちょっと見せましょうか。僕の解説はやめて、はい、アングルを決めます。これでカメラ撮ります。記念にカメラを、はい、はい、撮りました。これで Facebook に、僕の Facebook に投稿しました。はい、
記念になりましたね。こういうこともできます。写真のアップロードが完成しました。ラピスガルトのフェイスブックを見られると今の写真が出てると思います。そういったわけで第1弾は長くなりましたけど、セカンドライフに代わる、まあ、簡易型のアンドロイドで楽しめるアバキンライフ、正式名称なんていうかわかりませんけど、違ってたらごめんなさい。アバキンライフのご紹介でした。では第1弾はこの辺で終わりたいと思います。では皆さん、この辺でお別れしたいと思います。良いクリスマスを迎えてくださいね。もうすぐクリスマスですよね。皆さん、いいクリスマスを お迎えください。ではまた。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。